やるとも別に前ねパンシー取ったんですけど、今回はこのね、もうこの車何か分かります？アップでねもう改造したっていう人は分かると思うんですけど、これ何かというとね、こうプリンセスちゃんの子からのサルダンス、スーパーカー、ちょっと待って、スーパーカーに変わってた。ちょっと待って、ここ今スーパーカーに変わってる。へえ、すげえ、これスーパーカー判定なんだ。なるほどね、今頃知った。でこれアップグレードするとめっちゃくちゃ速くなるんですよ。それとこのエンジン音、わかります？ちょっと上げてみて。このエンジン音わかりましたかね？違うんすよ、まずそれが。サルタンのまず改造項目をね、いろいろ眺めながら、ちょっといろいろカスタム違う感じでね作ってみたんで、見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあこのやつが出る前に、一番上にローライダーと同じくアップグレードっていうのがあります。アップグレードすると、まずちょっとね形が若干変わるんですよ。形がで、まあいつも通りアーマー、ブレーキ、バンパーがこれ10個以上増えてるんですよね。この最初のこの2、3個かな、多分しかないですけど。でこのまずステッカーにドリフト仕様の感じのやつに GT バンパー、ストリート SPL エア GT とか、こんな感じで、俺この感じ好きっすね。でこのカスタムスプリッターのカナードっていうやつ、これもかっこいいよね。エボルブとかストリート SPL の台とかもあるんですよ。エア GT バンパーの台とかね。C2 ルーフバンパー、 C1 が今この見てるんですけど、こんな感じでちょっとだけ違うかなっていうのが増えてたりとかね。でこれちょっとね、前がこんな感じで長くなるんでね、あん時にあん時の猪木ちゃんみたいな、あん時の猪木ちゃんみたいな、猪木一本バイみたいなね話してましたね。ほんでまあこんな感じでバンパーがねあるわけで、ちょっと変えようかな、これこっちにしようかな、変えよう。でリアバンパーも10個ぐらい増えてます。この最初のこれだけだったかな、リアは。いくら増えて、こういう風にこのビップっていうのは、なんだ、イントルーダーのケッツもこんな感じにできますよね、リア。あとこういう感じですかね。はい、こんな感じ、結構増えてますね。シャーシもまずヘッドライトのリム、これがなしで、この上になんか眉毛、なんかね、まぶたがかぶさってるみたいな、ちょっと眠そうだねみたいな。のもあるし、こうやって全部覆っちゃうやつ、隠しちゃいますっていうのもあるんですね。フォグライト、このライトがラリーレース仕様になるかみたいなあるし、この上ね、
上のルーフのやつ。で、ドアもいじれるんですよ、これ。パカンとね。開かない。これ横だったわ。これ、分かりづらいんですけど、セーフティーネットついてるんですよね、中に。一人称にしたら分かりやすい。これ。それか、この外の、このペイントの、ウィンドディフレクターにするか、このネット、セーフティーネットをつけるか、みたいな感じですね。自分はセーフティーネットで、ロールケージも、これ、このパッドが覆われてるか覆われてないかみたいな感じのと、このロールケージの数もね、変わるみたいな、ちょっとだけだよみたいなのもあるし、こんな感じでね、たくさんつけるのもあるみたいな。で、エンジンはこのエンジンブロックもいつも通りこんな感じで譲るとこあるよみたいな。で、これが変わるんですよ。カムベルトがそのまま出てるやつか、出てこうやってかぶせてるやつか。自分はなんかこの出てるやつがいいなと思って。で、このね、ストラットブレースっていうやつは、自分はね、速くしたかった、軽量にして、エンジンチューニングはいつも通りですね。うん、OKOKOK。で、マフラーはこの横位置は固定のまんまで、標準のやつがこれ。といった具合ですね。で、まあ、爆発物はいらないから。フェンダー。俺、こっちに変えようかな。でも、このボコってしてんのがいいなと思って。まあ、一番サブカラーのアーチのやつか、カーボンか。このボルトオンがこの横にボコーってなってる感じのやつか。自分はこっちでいきます。グリルもこのインタークーラー、グリル取りあえずし、この中分かりづらいですけど隠れてるんで。で、このツインファンがついてるやつか、水スプレーがついてるやつか、モンスターインタークーラーか。よいしょ。ボンネットもね、このめっちゃ増えてるんですよ。まずこの標準にツインエア、これはあったかな。で、カーボンと。この後ぐらい、ここら辺かな。まずこのステッカーあるし、パワーバルジ、このまんまっすね。最初のとなんか変わる？そこまでわかんないな。で、こう、スクープついてるやつとかね。そんな感じですね。この、中見えるやつかとか。自分はスクープで。クラクションはいつも通りですね。内装、トリムデザイン、これ。サントリープつけてるやつか、つけてないか。で、トリムカラー。ね、ここがいつも通りいじれますよっていうことで。で、装飾は変わんないですね。前出てるやつから。バブルガムが欲しかったな、みたいな。で、ここが変わるですね。これが普通のやつ。で、ストリートにするとこんな感じで、セミストリップで、だんだんこの、
から買わないのかね。このボタンの位置が明らかに変わりますね。メーターもこんな感じで。規制メーター、クラントマンタコ。タコメーターが下にあるかどうかみたいな。ダッシュボードになるやつみたいな。こんな感じですかね。で、ドアもこんな感じで変えれるんですよね。はい、こんな感じでございます。シート、これ横か後ろからになっちゃうから分かりづらいんですけど、正面からちょっと見てもらえれば、こんな感じで椅子がね、変えれるんですよね。自分はこのバリスティックトラックで、これなんか痛そうだなと思って なんかこっちの方がかっこいいしなと思って、こっちで。で、ハンドル、これが標準で、まだこういう風にボタンついてるやつとかね、こんな感じで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 、この本当に、レースの車みたいな。で、まあ、いつも通り、このメーターの色変えれるよっていうのですね。ライト、まあ普通です。いつもと変わらず。ボディペイントが、まあ、ね、いろいろあるとは、いうことですよ。黒のストライプ。アルスペルプ。こんな感じで、このレッドウッドっていうのもあるし、カーリンパフォーマンス。なんかこれ本当にラリーレースに出るって感じのペイントですね。で、これがバブルガム。一番特徴的みたいな感じですかね、これが。もう自分はこのバブルガムでいきますよ。いつも通りですかね、あとは。リューフ。リューフがちょっとこの変わった感じですね。これがあったりとか。そんな感じですね。はい。スカートが、この泥はけがつきますね。それか、この本当にサイドスカートにするか。自分は泥はけで。で、スポイラーがね、また増えてるんですよ。ここら辺からかな。はい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 と。はい。はい。これなんかあれだね、本当に、なんだ、インプレッサだったっけ？の、ラリーカーみたいな、こんな感じだった気がする。まあ、こういうウィングが増えてきまして、これ、あれだね、車にもあったね。で、おっきめのやつ、マッスルキラーウィング。と、最後、タークマックアタックっていうのが、ウィングの上にウィングついてるみたいな。めっちゃでかい。で、サスペンションはいつも通りで、トランスミッションが、このスーパートランスミッションが増えたんですよね。まあ、これがついて、まあ、スーパーカー化されてることによって、スピードがえらい違うっていう。で、まあ、自分はこのラリーレース風にちょっとやったんで、ヘッドライトっていうか、また後のオフロードタイヤにしてみました。で、ウィンドウはいつも通りって感じですね。こんな感じに。なりました。これスーパーカーに変わるんだね。この加速がもう本当に違うんですよ。いた。なんかこれを使ったドリフトコースとか作りそうっすよね、誰か。
ということで、中の、もう見えちゃってかな。見えちゃったね。はい、ということで、さっき作った車を、まずとりあえずオープンカーにして、こんな感じにやってみました。一番でっかいウィングつけて、マフラーもこれで。さっきっていうか前の動画か。この前から見た感じがもうなんかスープラっぽいですよね。でこっちこのペイント変えたんですよ、この羽みたいなやつに。でこの絵をこのペイントにして迷彩っぽくね、このマットのカラーにしてみたんですよ。よくないですかこれ。でこのウィングをこれにしたと、もう RX7 じゃねえかみたいな。いいっすね。ツインのマフラーで仕上げてみました。このくびれ、このボコってなってんのが好きっすね。このタイヤがちょっと外にある感じ。はい、じゃあね、こっちでさっきがこのバブルガムね、バブルガムで、これがレッドウッドに揃えてみた。レッドウッドの一色っていうかまあカスタム自体はそこまで変わんないですけど、とりあえずダブルですね、中が。塗っちゃった。まあこんな感じでございます。レッドウッドのペイントにするとこのボンネットが真っ白になるんですよ。で横も白く揃えようと思ってペイントカラーを白にして、こんな感じにね、なりましたよと。このフロントバンパーは、なんだ、ドリフトかなんかだった気がします。確か。かっけえな、音の鳴り方か。では、皆さんもね、楽しんでくださいよ。タンシー 900R っていうのに変わってスーパーカー、いやいいね。では皆さん、ハッピー GTA ライフ。